アメリカの経済誌フォーブスは、世界で最も稼ぐスポーツ選手を発表し、サッカーのロナウド選手が1位になりました。日本の錦織選手は26位にランクインしました。フォーブスは7日、去年6月から1年間に得た賞金やスポンサー収入などから上位100人のランキングを発表しました。トップは去年に続いてレアルマドリード所属のクリスティアーノ・ロナウド選手で、9300万ドル、およそ102億円を稼ぎ出しました。日本人では錦織圭選手が26位でおよそ37億円、去年の29位からランクアップしました。メジャーリーグヤンキースの田中将大投手は25億円余りで75位です。女性ではただ一人、テニスのセリーナ・ウィリアムズ選手が51位に入りました。また違法運転の容疑で逮捕されたゴルフのタイガー・ウッズ選手はおよそ40億円の17位でした。